MR-310 アンガラーはソビート連邦で開発された捜索レーダー。ソ連海軍において艦載用の対空捜索レーダーとして装備化された。NATO コードネームはヘッドネット。初期型の MR-310 アンガラー A は横長のパラボラアンテナを一機のみ備える二次元式の捜索レーダーであり、1957年に登場した。その後、 1963年に登場した MR-310U、アンガラー M は MR-310 を元にして、その背面に30度傾けて、もう一つのアンテナを設置するというバックトゥ・バック配置を採用した。これによって、二つのアンテナによる探知の方位角の差をもとに、目標高度を算出することで、疑似的に三次元レーダーとしての運用が可能となっている。 ただしビーム操作によって広角測定を行う電子操作式の3次元レーダーと比べると性能的には劣るものであった。1970年代半ば以降は新型のフレガートが搭載されるようになったことから搭載艦の体役とともに本機の運用は順次に終了しつつある。ありがとうございます。